はい、こんにちは、アントニオロトシアターです。いつもどうもありがとうございます。本日はお知らせがありました。はい、日頃札幌アントニオの通信販売ご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご来店もありがとうございます。はい、本日は、通信販売ご利用いただいているお客様に、お知らせだったんですけれども、Zoom を取り入れることにいたしました。はい、ご希望のお客様に、オンライン上で、対面接客をさせていただくことにいたします。はい、これまでは、LINE 電話での対応もいたしておりまして、それももう1ヶ月か2ヶ月ほど前に、告知の方させていただいたんですが、今後は、今までの LINE 電話に加えましてもう一つ、Zoom ですね、 Zoom の方も取り入れさせていただいて、この2つでお客様の方でご希望のお客様にはこの2つのうち1つ選んでいただいて、オンライン上でやり取りさせていただけたらと思います。はい、ですね、今回それちょっとやることにあたってちょっとやっぱり思ったのは、シンプルに僕が接客が好きだっていうこと以外に、やはり通信販売でオンラインで商品を選んでいただくっていう時に、やはりどのサイズをお客様でご自分で、どのサイズを選んでいいか、あとシルエットがどんな感じになるのか、っていうのがあると思うんですね。あとサイズ感が雰囲気というか、その辺のちょっとこう不安とかちょっとあると思うんです。でそれを少しでもちょっとこう解消していただければなと思いました。ちょっと行うことにいたします。で今まではインスタグラムのダイレクトメッセージでしたりメールとかいただけた場合にお客様の方からこの商品気になってるんだけど自分はどのサイズ選んでいいかわからないからちょっと教えてほしいっていうことでちょっと問い合わせっていうのがありまして、でですね、その中でやはり皆さん、身長と体重は教えてくれるんですが、ただ、身長と体重だけだとなかなかちょっとこうお客様でもわからないというところがあると思います。っていうのは、例えば僕で身長175の68キロなんですけれども、割とスポーツ頑張ってこなかった方なんですの筋肉のつき方、肉のつき方なんです。ただ僕と同じ身長と体重でスポーツやってますっていう方と、元やってましたっていう方、この、3つの形でスタイルでそれぞれで体型が全く違うんですね。全くは言い過ぎかな、微妙に違うんです。ですのでそこでちょっとサイズ選びっていうのがちょっと迷ってくると思うんです。でスポーツやってた方でも野球、サッカー、バスケ、テニス、水泳、柔道、空手とかでもやっぱりつく筋肉が違います。あと職業でも変わってきますね。はい、ですのであとは年齢ですね。スポーツやってましたっていう方で20代の方と30代の方と40代、50代の方でそれぞれで肉のつき方やっぱり変わります。同じスポーツで変わってきます。はい、でそれでちょっとそこでサイズっていうのをちょっと悩まれる方っていうのが意外といらっしゃると思うのでそこをちょっと解消するために、今まではこうダイレクトメッセージいただいたものに関してはそこも細かくちょっと対応させていただいておりました。はい、でそれをさらにもう一歩ちょっと不安っていうものをちょっとなくしていきたいなっていう方向けに、オンライン上で、やり取りをさせてディスカッションっていうのをさせていただいてコミュニケーションを取って、サイズとか、商品っていうのを選んでいただければと思います。その際に例えば、これとこれとこれとがこの3つのうち2つのうち1つちょっと欲しいんだけどこの3つのうち迷ってるんだけどちょっとそれぞれに教えてほしいっていうところがあればそれも対応します。はい、もちろんもうお店に来ていただいているお客様と同じ、形で、やらせていただきますし、もちろん実際手に取ってみていただけない分、お店に来ていただいているお客様以上にさらに踏み込んだ形でちょっとやらせていただきたいと思っております。はい、実際試着できないので、ですので、ご要望あれば今後そのような形でちょっと対応ぜひさせていただきたいと思いまして、皆様にはどんどん連絡いただきましたら本当に嬉しいです。さっきも言いましたけど僕シンプルに接客っていうかコミュニケーションを取るのが好きっていうのもあるので、それもありますが、もしも、ご希望のお客様いらっしゃいましたらご連絡お待ちしております。はい、
ということで、あ、そうですね。あ、で、最後にごめんなさい。Zoom に関しましては、お客様の方でアプリをダウンロードしていただけましたら、もうあとその後は、もう簡単です。お客様の方で何かする必要はほとんどないです。僕の方から連絡をして、で、このようにやって、行ってくださいっていうことを、もうワンクリックしていただくだけで、もう、Zoom 同士つながります。で、LINE 電話の方に関しましては、YouTube の概要欄の方とか、あと、Instagram の下の方とかですね、に、載せておりますので、まあ、そこに連絡いただけましたら、やり取りさせていただきます。もちろん、サプロアントニオの LINE に関しては、僕個人の LINE ではなくて、公式の LINE になりますので、僕の方から何か、その後、商品の入荷のセールスということはいたしません。もう単にシンプルにこの接客のみという形でちょっとやらせていただいておりますので、はい、ということで、まあ、今後もオンライン、ショップますますこうご利用いただく際に、より、利用していただきやすくなるように努めていきますので、まずは、オンライン、接客っていうのを始めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いつもどうもありがとうございます。お待ちしております。楽しみ。ありがとうございます。